中井学の5分でわかるドライバー講座。イエーイ。というわけで、5分でわかるドライバー講座、早速、始まったわけでございますが、はい、今日から10回にわたって、ドライバーのいろんな悩みを解決していこうと思います。よろしくお願いします。というわけで今日の、メインというか、ゴルフの板倉さんです。板倉ゆきのです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですかドライバー。ドライバー得意です。得意ですか。うん、ありがとうございました。いや、冗談。いや、悩みもそりゃいっぱいあるんですけど、飛ばないとか、ちょっとスイングに癖が強いので、まあいい意味で言うと癖が強い。はい、癖が強い。悪い意味で言うとちょっと変。ちょっと変みたいな感じですよね。そうなんですよね。それがまあ悩みじゃ悩みですね。どういう飛距離どれぐらいですか。実際飛距離210。お。持って20。20。おお。って感じです。おお。はい。これテレビ見てる方に喧嘩打って。まあ十分飛んでるじゃないかこの野郎みたいな感じ。もっと飛ばしたいっていう。だいたいどれぐらいまで行きたいですか。230は行きたいですね。やっぱりそしたらプロのやっぱり平均というか、女子プロの中でまあ その中ぐらいまではやっぱり飛ばしたいなっていう。そしたらやっぱセカンドも楽かなとか思います。そうですよね、はい、ゴルフ全体がやっぱり楽になりますし、はい、実際にやっぱり飛距離が出なくてこう、ドライバーの飛距離が出なくてこうゴルフの組み立てが困ってらっしゃる方ってやっぱり非常に多いと思うので、まあ球の曲がりもそして飛びも、はい、こう向上できるように、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速第1回、ドライバーは転がして飛ばせ。イエーイ。すいません。イエイエイエイ。というわけで、というわけで、はい、分かります、意味。転がして、パッと見、パッと聞いた感じ。まあ例えば、まあね、青木さんもゴルフはゴルフだっていうぐらい転がしてやれっていうのは、多分グリーン周りをイメージしてこう考えてらっしゃる方多いと思うんですけど、まあ実際にそのドライバーで転がしてみよう。でまあ、要は、ドライバーもロフトがついてますから、そうですね、転がることって、まあ、転がそうとしてもなかなか転がるもんじゃないんですね。はい、で何かっていうと、実際その日本の場合ってどうしても練習場から始める方が多いんですよ。はい、そうするとまずゴールは的に打つっていうことよりも何かボールをきれいに上げようと。あうん、そうですね、そうする方が多くて、はい、その綺麗に上げようとする動作を基礎ができてない段階でやってしまうと、意外とこうスライスが直らなかったり、球が飛ばなかったりとか、ボールを上げようとする動作が逆にその悪い我流を生んでしまうことが多いんですよね。はい、だったらもう思い切って転がすぐらいのイメージ、もう的にとにかく転がっていけばいいんだぐらいのイメージで打つ方が、今のクラブというのは、上げる、捕まえるっていう機能がついていますから、そのクラブにある程度お願いをして、自分はもうポーンと的に向かって転がすイメージの方がいいスイングになりますよと。なるほど、そうやって考えたら結構簡単ですね。そうなんですよ。だからクラブが助けてくれるわけですから、なのにクラブなんてと思ってこう自分の中でこう、まあゴルフは最後ここだからねみたいな感じで一生懸命こう上げよう、捕まえようとして、スイングがどんどんこう悪くなっていく傾向にあるので、ちょっと球を別にその上げようとせずに転がすことだけでスイングを良くしていきましょうというのが今回の狙いでございます。はいはい、私のクラブにも頑張ってもらって、頑張ってもらって、そうです、自分は頑張らないということで、ドライバー一発目いってみたいと思います。はい、行きます。いってらっしゃい。じゃあ打っていただきましょう。まずは普通の通りでどうぞ。行きまーす。はい。よいしょ。ありがとうございます。終わりっていう感じなんですけど。ここからどうやってうまくしていくんだっていう感じがあるんですけど、見ると、まあ、腕をこう、ね、大きく使ってアークを大きくしてっていうのも分かるし、すごく今
素晴らしい回転で打ってるから、じゃあここでその低く打つっていうイメージに関しては、はい、どちらかというと少しカット目に打ってらっしゃるじゃないですか。そうなんです、スライス気味になスイングをされてるっていうことは、実はそんなに煽る要素ってないんですよね。あ、うん、でもだからそういった意味ではいいスイングなさってるんです、はい、でやっぱりこう一般アマチュア多くの方ってやっぱり飛ばしたいって意識を強く持った時に、やっぱりこう下から煽って打ってこられる方がやっぱり多いと思うので、はいはい、なのでこう、まあ、1回目は低く打ってくださいっていう感覚を、はい、あの出していただいた方がいいかなっていうのがあったんですけど、いやどうしましょう、いい球なんですよね。だからここからもう一つ低くするっていうのがあんまりこうイメージとして湧かないので、はい、今回はやっぱ見てらっしゃる皆さんに向けて、はい、あの僕が見本を見せますって言ったらいいんですけどあんないい球を打っていただいたらもう、はい、あのどっか行っちゃいなさいっていうかあれって感じですけど、まああの本当に今日実際そうなんですね。あの板川さんスイング僕見るの初めてなんで、あの、はい、でね、全くウォーミングアップもせずにね一発でっていうかそこまで吐けなくていいと思うんだけど一発であのそんなに僕あのこういう風に振らないんで、はい、あのとにかくあの要するにボールを上げないようにっていうこと、はい、でクラブはこうしっかりついているので、うん、例えば僕も今日一発も打っていません。で実際にこうフルショットせずに少しまあハースイングに近い要領でこう打ってみます。こんなような感じでポン感じでポン、こういうふうに低く感じですよね。で見ていただいて分かるようにああやってちょっとこうフックしていきました。で実はこう低く打とうとすればそれだけ体の回転にクラブが同調してくれるので、実際にこの回転に沿ってこうやってヘッドが返ってくれるんですね、はい、なので特にこう上げようとして振ってしまうと、その皆さんが思う上げるという感覚はこのように全てフェースが開いてるというよりはこう右に向いてる感覚なんです、うん、こうほとんどの方はこう上げようとするあまりフェースがターンできない、返せない状態になってしまっているわけです。そうすることで結果的に後から体で補っていてもフェースが戻りきらずに大きなスライスになってしまいます。その点板倉さんはここはうまくこうしっかりとその脇を締める要領で体を回してこられているので、こうやってヘッドが閉じて帰ってきた。だからまあこの今回に関してはあんまりこう低く打とうというイメージを持っていただかなくてもうまく打ててる、はいはい、ただやはり見てらっしゃる方の多くはやはりそれだけ体の回転にクラブの回転を合わせてくるってことがまあ苦手な方が多いので、なので今のように最初はもう本当に軽くてもいいから低くポーンと出すイメージ、それだけを持っていただくとクラブは必ずそのボールを捕まえてくれるという動作になりますので、ぜひこう例えばゴルフ場で球が捕まらないなとか、もうスライスが止まらないなというふうになったとき、こう少し転がすようなイメージで打っていただくことをお勧めします。この番組をご覧の皆様にピンゴルフジャパンより i20 のドライバーのプレゼントです。レッスン中毎回流れるキーワードを10個すべて書いてはがきに住所、氏名、年齢、職業、携帯電話番号、ゴルフ歴、ハンデキャップまたは平均スコアを明記の上、そして毎回流れるキーワードを書いて送ってください。詳しくはゴルフダイジェストホームページゴルル TV をご覧ください。ご応募待ってます。今回のキーワードはゴル